さあ、その田辺さんに持ってきていただきましたのが私のなぜかカバンでございますね。いいカバンでございましてね、こちらのカバンデニム素材でできておりましてね、いかがでございますか。素敵、とっても欲しい。あら、まあ、そういうお客様いらっしゃるんじゃないかと思いまして今日持ってまいりましたね。お帰りの際はよろしくお願いしたいと思います。こちらのデニム素材でできたバッグでございます。しかもこのデニムのこの三山ひろしバッグ、これはね、あの皆さん手にかけていただきまして、こうやって歩く方がオツでございますね。こういう感じで歩いていただきます。そうすることによってですね、これ反対だとダメですよ。こっち側だと何の意味もないですかね。これ何の意味もない。これじゃなくて逆、こっちを表にしていただきまして、このようにこう歩いていただきます。なるべく広げるようにですね。これこうなるとね、なんか分かんないから、こうちょっと広げてよろしいですか。ちょっと広げて、そして今田辺さんがこれ身につけてらっしゃいますこちら、これがチケットホルダーでございますね。え、いや何かとこの頃ね、財布がパンパンになるなっていうことがねよくありますよね。これやっぱりお金でパンパンになるのいいんですけどね、診察券とかね、なんかね、保険証とかね、そういうクレジットカードとかね、なんかいろいろとこうカード類がいっぱいありますよね。そういうのをこれに入れていただきますと、もう首からぶら下げてなくすことがない、非常に便利でございます。チケットホルダーと言いながら他にも使うことができるのがこの三山ひろしチケットホルダーなんですよね。これをお買い求めになって持ってる、まあ嬉しい、ありがとうございます。しかし25でふるさとを後にするとき、四国の山々に誓った思いが15年を経て今自分にこだまで帰ってきている。今のその時の思いが叶えられているだろうか、そしてその思いを半歩でも一歩でも先を行くことができているだろうか、自分に問うそんな一曲をいただきました。それでは歌います、こだまです。ありがとうございました。